ゆっくりね。あんまり切らないで。ゆっくり大きく。もう来ていいよ。来ていいよ。いっぱい来ていいよ。おらおらい。おらおらい。おらおらい。ああ、すいません。すいません。もうね、何も持ってくるものなくて。すいません。動いたんですね。まっすぐ。こう行ってば。無理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 。いや、一回向こうで。ケツで。はい、そう、ストーム、それ言うた。いっぱい向こう来て。全然気をつけねえけんぞ。いやいや、オッケー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 。2020年8月9日、フォード カテライナスポーツ、お別れです。現状では何だったのかな。17年乗ってたことになるんでしょうけど、でかい7520cc の 7.5 リッターの
ペンギンです。ちょうど、いつまで乗っていたかというと24年6月まで乗ってましたが、あんまり走った覚えはありません。でも2000キロ乗ったかな。まあこれも欲しくて手に入れたものでございます。私若気の至りでございました。これも夢が我が青春、夢大きい、バブルでございました。私のちょんちょん、昔、平成7年ロッキー、25年前に、浦和にある帝光輸入会社ロッキーという店で、売ったものでございましょう。初年度登録となっております。回り回ってバイクの下取りで当社に入庫しました。これは履歴と言いますと、平成20年6月に2万9500マイル、22年6月に2万9600マイルです。その後廃車しましたから、3万1000いくら、今さっきね3万1000ちょっと乗っておりました。で現在廃車やって、ナンバー取っておりませんので、で今日、話によると、スリランカの会社、日本のヤードでバラしてドバイに持って行って、果たしていくらに化けるのでございましょうかというプロセス道が、描かれているようでございます。はい、じゃあ今日買ってもらいます。売ることになりました。アラジャパン、年間何でぐらい輸出してんの？年間毎月1ヶ月に何台ぐらい売買？3人。何人でやってんの？メンバーは3人。誰が AR のこっちだった人？はい、あ、あと、おー